ラキ火山、半数する河口の岩、アイスランド南部の単性火山。スカフタフェットル国立公園内のキルキュバイアルクロイストゥルの近くにある。ラキは、グリムスボトン火山、エルトギャウ、カトラー火山などと火山体を構成している。この火山体は、北東南西方向に横たわり、ミールダルスヨークトル氷河とバトナヨークトル氷河の間に位置している。 934年に大規模な噴火を起こしている。1783年にはその横のグリムスボトン、火山と相次ぎ噴火し、大量の溶岩と火山灰を発生させた。火山爆発指数イコール6。934年、大規模な噴火が発生し、19.6キロ立方メートルの玄武岩溶岩が噴出して、エルトギャウ断層の一部となった。これは、 人類史上においても大きな噴火の一つである。1783年6月8日、地下水がマグマに触れて水蒸気爆発が発生し、長さ2 6トルにわたり130もの火口が誕生した。割れ目噴火である。しかし、噴火規模は次第に収まり、プリニー式噴火、ストロンボリ式噴火、 そして溶岩流を主体とするハワイ式噴火へと変わっていった。この噴火はスカフタ川の炎と呼ばれ、約15キロ立方メートルの玄武岩溶岩と0.91キロ立方メートルのテフラを発生した。溶岩噴泉は高さ800-1400メートルに達したと推定される。溶岩の噴出は5ヶ月で終わったが、噴火自体は、 断続的に1784年2月7日まで続いた。ラキ火山近郊のグリムスボトン火山でもまた1783年から1785年の間に噴火が起きている。双方の噴火により、800万トンの復活水素ガスと1億2000万トンの二酸化用ガスが噴出し、付近の羊の80%、50%以上の牛と馬を殺し、 住民の21%の命を奪った飢饉が発生した。噴煙は噴火対流によって高度 15km にまで達した。この粒子の影響で北半球全体の気温が下がった。ヨーロッパではラキのモヤと呼ばれた。イギリスでも火山灰が降り1783年の夏は砂の夏と呼ばれた。この噴火は 火山爆発指数で8段階中の6と評価されている。この噴火はアイスランドには壊滅的な被害をもたらした。噴火後の基金で21%の住民が死亡した。そして羊の約80%、牛の50%、馬の50%が放出された800万トンものフッ素化合物により異のフッ素症と骨のフッ素症が原因で死んだ。 溶岩が流れ出すと氷河が溶け出して、洪水のような水が下流域の集落に流れ込み、21の村が破壊され、241人が亡くなった。教区聖職者、ヨーンステイングリームソンは、火の説教で有名になった。溶岩流が襲った時、小さな町キルキュバイアルクロイストルの全住民が、礼拝中だった。人々が、教会に泊まっていると、溶岩は、 街の近くで止まった。この事件をステーングリームソン自身が次のように伝えている。数週間前、空から多くの毒が降ってきた。はい、火山炉、硫黄と硝酸カリウムを含んだ雨が混ざり合い、地面に吸い込まれていった。家畜が牧草地、層の上を歩き回るだけで、口、鼻、足が山吹色に染まり、赤肌となった。水は生暖かくなり、 水色に染まり、底の砂利は灰色になっていった。あらゆる植物は、枯れ、腐り、灰色になり、その範囲は燃え広がるが如く、広がり、居住地域に迫ってきた。レブ、JN、スタイングラムさん、ファイアーズオブザーアース、ザラキーラプション i s b n 9979542446、空気中に1億2000万トンものに酸化用が、放出された。これは、 1991年のピーナトゥボヤマ噴火に匹敵し、ヨーロッパにおける2006年工業、製品生産量の3倍に相当する。この2、3回往粒子は、西ヨーロッパ全体に広がり、1783年から1784年の、冬までの間に何万もの人が死んだ。1783年の夏は、記録的な猛暑で、 アイスランド上空に巨大な高気圧が発生し、南東方向に風が吹いた。毒の雲は、デンマークノルウェーのベルゲンに到達し、6月17日には、ボヘミアのオプラハに、6月18日には、ベルリンに、6月20日には、パリに、6月22日には、ルワーブルに達した。6月23日には、イギリスに達した。あまりに霧が深かったため、船が、 港から出られなかった。また、太陽は、地の色と呼ばれた。人々は、硫黄化合物のガスを吸い込み、肺の柔ら組織が腫れ上がったため、呼吸困難になった。フランス中部のシャルトル氏の死者数は8月と9月に40人ずつ増加し、局地的死亡率が5%ずつ上昇した。一方、イギリスの記録では、屋外労働者の死者が増加し、ベッドフォードシャー州、 リンカンシャー州など東部沿岸の死亡率が2から3倍になった。8月、9月にイギリスで中毒死した人は2万3000人と推測されている。このもやは氷を含んだ激しい雷ンを引き起こし、秋に収まるまでに多くの牛が死んだ。さらに1784年の冬には寒波をもたらした。ハンプシャーのセルボーンに住むギルバートホワイトは、 氷点下の気温が28日間続いたと記るし、以下の記録を残している。1783年の夏は驚くべき、恐ろしき現象の前触れだった。小石が激しく降り注ぎ、雷雨が襲った。独特の藻や、くすぶった霧が発生し、数週間にわたって王国の多くの軍を驚かせ、苦しめた。ヨーロッパの他の地域でも、 同じようなことが何箇所でも起こった。それは異様な風景であり、今までに人類が体験したすべての経験と異なっていた。6月23日から7月20日までの日記を読み返して私は気づいた。その期間、様々な方位から風が吹いたが、その風で空気が入れ替わることはなかった。正午の太陽はまだら模様で月と同程度の明るさしかなかった。 太陽の色は、まるで錆びた土か、部屋の床のようだった。しかし日ので、火の入りの際には、燃えるような地の赤色を見せた。気温が上がり、肉屋で売られている肉も二日でダメになった。灰が頭にたかるため、馬は、反狂乱になり、言うことを聞かなくなった。人々は、太陽の怒りによるものだと、迷信的になった。ギルバート・ホワイト、ザ。 ナチュラルヒストリーアンチクイティーズ・オブ・セルボーン、レター LXV。この寒さで、イギリスの死者数はさらに8000人増えたと推測される。さらに春の雪解けで、ドイツと中央ヨーロッパでは、激しい洪水被害を記録した。ラキ火山の影響は、その後数年にわたって、ヨーロッパに異常気象をもたらした。フランスでは、この影響で、1785年から、 数年連続で食料不足が発生した。その原因は労働者数の減少、干ばつ、冬と夏の悪天候であった。1788年には猛烈な嵐が起こり農作物が大被害を受けた。これにより生じた貧困と飢饉は1789年のフランス革命の大きな原因の一つになった。なお、 ラキ火山の噴火は異常気象の原因の一つに過ぎない。グリムス・ボトン火山もまた1783年から1785年にかけて噴火しており、最近の研究では1789年から1793年にかけてエルニーニョが発生したとする説もある。北アメリカの1784年の冬は長く寒かった。 ニューイングランドでは大雪になり、チェサピーク湾では氷点下の日が記録的に続いた。チャールストーン湾ではスケートができるほどだった。南部も雪雲に襲われ、ニューオリンズではミシシッピ川が凍りつき、メキシコ湾にも氷が浮かんだ。ベンジャミン・フランクリンは1784年にこう書き残している。1783年の夏の数ヶ月、太陽が 北半球を温めるはずだった時、全ヨーロッパと北アメリカの大部分が霧に覆われていた。この霧はなかなか晴れなかった。その霧は乾燥していたため、日光が当たって雨に変わるということもほとんどないようだった。その霧を通ると、日光は非常に弱くなった。レンズで光を集めても、茶色の紙を燃やすだけの熱量にはならなかった。そのため、 夏効果で地球が温められることはほとんどなく、地面は早くから凍りついた。そのため、初雪さえ溶けることがなく、雪は降り積もっていった。そのため気温はますます下がり、風も強くなり、1783年から1784年の冬は過去にないほどの厳しい寒さになった。この霧の原因はまだ確認されていない。あるいは、 はるかアイスランドのヘクラや、その他の島の火山からもたらされた可能性もある。その煙が、北半球に広がっていくことがあるのかどうかは、まだよくわかっていない。ベンジャミン・フランクリン、メテオロジカル・イマジネーションズ・ンド・コンジェクチャーズ・イン、MEM、リット、フィロス、ソーク、マンチェスターに、373、377、アフリカでは、モンスーンの風力が弱まり、 中央部のサヘルでは1日の降雨量が1から3ミリメートル減少した。そのため、ナイル川の流量が減った。日本への影響日本では、1783年の浅間山の噴火と重なって例外が発生し、合わせて、天命の大飢饉の原因になった可能性があると言われている。ありがとうございます。